いつも楽しく拝見しています。今さっきたまたま無断欠勤おじさんの覗き穴というただ50代のおじさんの日常生活をライブ配信しているチャンネルを見つけたんですが、なんかずっと見ちゃいました。ピンポン玉制作動画と同じな原理でしょうか。なんか見てられる自分が怖いです。あ、でもなんか他の生き物の日常生活って面白いですよね。あの最近その洞説が高いで有名なのが、あのナミビアのサバンナに置いてあるウェブカメラっていうのがあって、多分ナミビアライブとかで検索されてくるんですけど、常時世界中でなんか5000人とか1万人とか見てるんですけど、そのサバンナにあのオアシス的な水が入るところがあって、でそこになんかあのいろんな野生動物が来て水飲んだりするんですよね。でなんかたまにゾウとかが来ると、なんかあの他のインパラみたいなやつが逃げたりみたいな感じで、なんかぼーっとしてるといろんな動物が来れて楽しいっていうので、でチャット買って、なんか新しい動物来たぞとかって、なんかあのみんなで騒いでたりして、割とねあれは本当にぼーっと見てるとね1、2時間経ってるので恐ろしいコンテンツですよ。はい、あれ日本語で書くと怒られるぞ。英語使ってあげてください。